出足では後方からビルドアップをするスタイルなので、相手のプレッシングの枚数などの状況を見てボールを配球する、ディストリビューションすることが求められます。いいキーパーは基本的なことがしっかりできていると思うので、キャッチングだったりポジショニングだったり構えなどをまずしっかり取得させてから、キーパーの専門的なスキルであるダイビングやコラプシングなどを取得させるように意識しています。キーパーは一つのミスが失点につながったり敗戦につながったりするので、まあ中途半端な気持ちではできない、責任感を持った選手じゃないとできないポジションだと思っているので、まあ、今キーパーやっている選手は勇気を持ってチャレンジをしてくれていると思うので、出足でさらにレベルアップできるように一緒に頑張っていきましょう。